ドアラによるドアラのための25周年祭ということでございまして、今日はですね、これからスマートフォンドアラ25周年スペシャルトークショーを開催させていただきます。スタッフの皆さんもお送りいただきまして誠にありがとうございます。ちょっとあの外野でご覧の方はですね、お尻受けちゃう形になって大変申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。今日このイベントの司会を担当いたします、先ほどまで実況してました東海大学さん、村上和弘です。どうぞよろしくお願いいたします。実はですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ドアラとスマートフォン毎年年末年始にディナーショーを行っておりまして、こちらがなんと、もう5年で14回というイベントに成長したんですけれども、その1回目から私がディナーショーの司会を務めているという関係で、実は4月の7日神宮球場で行われた私スマートフォンドアラ25周年を祝うスペシャルトークショーも、私ヤクルト球団に呼ばれまして神宮球場まで行って司会をやってまいりました。まあ、今日はもちろん地元名古屋でございますので、しっかりと皆さんに楽しんで帰っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私の挨拶はこのぐらいにいたしまして、早速主役2人を呼び込みたいと思いますけれども、皆さん準備いいですか。盛大な拍手でお迎えいただきたいと思います。それでは今日の主役お二方お呼びいたしましょう。共に25周年を迎えましたドアラ、そしてつば九郎です。スカイロールで25というこういう表
表現をしたのは初めてだと思うんですけれども、で、まあ、25周年を迎えたわけだけど、涙に明日のメイン2号何でも競馬に結びつけるかね、君はね。さあ、25周年を迎えて改めてちょっとね、気持ちを聞かせてほしいんですよ。どうですか、ドアーズさん。そろそろ座っていいですか。そうですね、はい、あなた方もね、試合やってお疲れですから、はい、どうぞお座りください。失礼しました。はい、お座りいただいて大丈夫。はい、はい、じゃあ、もう座っていただいたところで、改めて25周年を迎えた今の気持ちをぜひ皆さんに聞かせてほしいんですけど、ドア閉まってないのか。コツコツと積み重ねた25年、まあ、確かにそうですね、本当に25年が終わりました。はい、ドアさんは皆様のおかげでこんなに大きくなりました。まあ、総理も監督もたくさん変わりました。そうですね、25年はね、はい、そうです、その通りですが、実際にドアラさん大きくなりましたって言ってるけど、初代のドアラの方があなたよりも大きかったとね、覚えてる方いますか、こうやって優勝して、ね、顔がピンク色だったんですけど、さあ、で、この25年四半世紀です。そう考えると本当に歴史っていうものを感じるわけなんですけれども、ドアラスタッフの2人にメッセージが届いております。皆様106ビジョンに注目してください。つば九郎さん、ドアラさん、25周年おめでとうございます。これからもプロ野球界を一緒に盛り上げていきましょう。ドアラさん、いつも愛想を振る舞いてくれてありがとうございます。25周年ということで、30周年、35周年ともともと仲良く僕もやれたらいいなと思います。そして、つば九郎さん、毎年、飲みに誘っていただいてますが、なかなか行けてないので、今年こそ一緒に飲みに行きましょう。よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、ドラゴンズの福田選手、そして亀澤選手の2人へのお祝いメッセージを皆さんに見ていただいたわけですけど、つばちゃん、亀澤を誘っているのは5月に上にいたら、まあ、今ね、ちょっと肉持ちしちゃってるから、でも5月に上にいたら本当に行くんだ。どの辺をパトロールするの。ちなみにつば九郎は飲みに行くとパトロールというね、非常に便利な言葉で表現をするんですけど、石原さん、危うく噂が、まあ、そういうことですね。はい、野原さんって亀沢と飲みに行ったことはない。他球団のマスコットが行こうって言ってるのに、自分のチームの選手とそのマスコットが行ってないのどうか。店で入れ違いになった時があるそれが たまたまあったという話でしょう。まあいいんだけどさ、さあ続きましては、まあ、ここはね、もうドラゴンズの本拠地名古屋ドームでございますので、今日のホスト、ドアラへのお祝いコメント、こちらもですね、たくさんの選手からいただいておりますので、こちらもご覧いただきます。106ビジョンご注目ください。はい、ドアラさん、つば九郎さん、25周年おめでとうございます。いつも選手とは別のところで、球場、球団も盛り上げていただきありがとうございます。これからも、選手と協力して、野球界、球団、チーム盛り上げていきましょう。これからも元気に頑張ってください。ドアラさん、25周年おめでとうございます。今後ともよろしくお願いしますありがとうございました。ドアラさん、25周年おめでとうございます。思い出は全くありません。これからも頑張ってください。
中止ドラゴンズを伝え続けた方に、コメントを出すのはなかなか恐縮でございますが、これからもご健康とご多幸を願いまして、はい、頑張ってほしいなと思います。ではいつかまた会うので25周年おめでとう。はい、ということで田島投手、柳投手、宗平投手、太田選手、又吉投手、アルモンド選手と、一気にご覧いただいたわけなんですけど、ドアラ、あなた結構さチームに馴染んでるというふうに思ってたけど、今の選手のコメントを聞く限り思い出は特にありませんけど、思いはありませんと言われてるけど大丈夫かい？試合の中身そのものですね、非常に濃くて、
本当どっちに転ぶか最後と最後までわからないという素晴らしいゲームですからね。本当にこの両チーム優勝争いできればなというふうに思いますけれども、本当のね最後なんかもうクライマックスでどっちが勝つんだぐらいの久しぶりにそういうのやりたい、昔やってたというのね、中日とヤクルトでね、クライマックスね。どうその辺はどうあるんですか、もう25年の歴史の中でそんなこともありながら。
名古屋だから仕方ないのだって逆に神宮でさね、神宮でね相手チームのファンホテル来てたらびっくりするよな。いやボボ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 ボせっかくだからさ、好感度上げといた方がいいと思うけど、どう？今後のあなたのためには。そういうつもりは全くないよ。バラバラバン！じゃあ、スタートさん。違う。椅子使ってもいいですよ。はい。
あ、もう一枚、はい、はい、どうぞ。ほら、よろしいですか。はい、ありがとうございました。じゃあ、お二人はステージまで戻っていただいて。あ、鍵、鍵にしていい。ね、皆さん、マスコットを詳しい方はご存知だと思いますけど、ドアのところは普通あのマスコットってユニフォーム着てますよね。この人着てないんです。実はこれタトゥーの本人が言うとおりですので、入れずに。ちなみにスワプローが25年前に出た時には真っ白で何でもなかったんですよ。スワローズって書いてなかった。まあ、だから25年の間に、まあ、やさぐれてタトゥーを入れるようになったっていう。原宿で本番。さあ、本セッションご協力ありがとうございました。そろそろですね、残念ですがもうお近づいてまいりましたので、今日もこのトークショーにお集まりいただきました皆様に、ね、スタートにこんなたくさんのお客様を持っていただきまして、じゃあスマプロさんから最後ご挨拶をお願いします。家に帰るまでが遠足です。気をつけて帰るね。さあ、それでは今日のホスト、春龍神祭の主役のドアラ、締めてよ、最後はわしと。どうかな。じゃあ、ドアさんお願いします。また明日も来てくれるかな。そうなんです、明日もあります。チケットはたくさんあるようです。ぜひご来場いただければと思いますけれども、もう2人も大丈夫、言い残したことはない、はい、明日も勝つぞ、まあ、それについてはコメントをしてね、スワローズファンの方はありがとうございます。まあ、明日一生いっぱいですからね、明日もいい試合になると思います。明日は吉見と高橋、明日も内容ほぼ一緒です。バラさない。せっかく来ようかと思っている人たちが来なくなるでしょう。ありがとうということで、最後はまずスパッドの方がしっかりと締めてくれた気がするんだけど、どうだどうだ、いけるか。違うところはもう遅い、もう遅いと。はい、ということで、本当に短い時間ではございましたけれども、皆様と楽しく過ごしてまいりました。ドアラのスパッド25周年スペシャルトークショー、これにてお開きとさせていただきます。それでは、ドアラスパッドを大きな拍手で送りたいと思います。ではドアラスパッドにどうぞ大きな拍手。